ちゃ。こんにちは。はい。はい、豊さん。はい。今日も三塁線を振り返るの時間です。はい、はい、ちょっと台風がノロノロと来ておりまして、ね、本当やな。なんともなんていうの、来るならスーッと通ってくれればいいのにね。いや本当だね。被害、まあ、被害も出てきてるからな。もうちょっとね、ね、なんか早く通り過ぎてね、くれないかなと思うけど、本当に被害これ以上広がってほしくないですけど。はい、はい、ということでね、ちょっと野球も影響して中止になった試合なんかもありますが、ね、はい、はい、行われた試合だけでも振り返っていきましょうか。はい、はい、じゃあ看板やちーちゃんよろしくということで、ね、はい、よろしくお願いします。はい、はい、こうなりました。セリーグですね。はい、はい、ではまず中日と広島は中日が2勝1敗の勝ち越し、はい、ヤクルトと巨人は1試合中止になりましたね。うん、はい、ということで巨人が2勝の勝ち越し、はい、DeNA と阪神もこちらは1試合なくなったの、まあ、中止だね、中止ですね。はい、はい、ということで、まあ、DeNA が2勝で勝ち越しです。はい、はい、ということで中日対広島ね、うん、高橋宏と小笠原、うん、松葉、中日はね、はい、広島は森下、床田、栗ということで、はい、なんかエースが3枚来るっていうようなそんな感じもするけどもね。うん、1試合目2対1中日、はい、やっぱねこの試合は高橋宏と、まあ、やっぱ抜群だね。うん、まあ、7回112球4安打6三振1四球の1デッドボール、うん、まあ、1失点、うん、で広島には今年防御率が 0.00 だったんだけども、ゼロということですね。あ、だからまあこの試合はね、先制点取られて1失点、うん、まあ、正解に三塁線を抜かれてね、うんうん、最初に1点を取られるんだけど、あれもねやっぱ石川ちょっと取ってやらないかかなっていうような三塁線難しいけどもね、うん、なんか止めると止めれたんじゃないかなっていうような気はするけどもね。まあ、防御率0点だっただけに、まあまあ ね、 ね、まあ、それと、まあ、自身もシーズン通して0点台の防御率をね、うん、確保してたから今も 0.98 ね。まあまあでもね、うん、その1点を取られた時点では1点以上になったんだよね。うんうん、だからまあ11勝2敗防御率が 0.98 ということでね、うん、まあ、見事な成績なんだけども、うんうん、まあ、この試合でね先取点を取ったんだけども、うん、矢野がねまさかの、はい、エラーなんだよね。なんかねまさかですね。で、まあ、4回に、うん、エラーを犯すんだけども、はい、まあその4回に細川を出すショートの内野安打も、はい、俺矢野の技術からすしたらちょっと前に出てきてね、うん、ちょっとハーフバンド気味のをこうすくって投げようとしたんだけど、うん、まあ、それもファンブルして、うん、まあ、記録上は内野安打になったという ね、 そうですね。でカリステの打球を、うん、まあ、2アウトからエラーをして、うん、2人ランナー残っちゃったんだよね。はい、で石川がちょっと詰まりながら、うん、まあ、あのライト線にね、うん、まあ、落として、まあ、ツーベースのタイムリーという、はい、だから森下がちょっとかわいそうだったかなというね、うん、森下は7回112球4安打8三振、うん、1四球の2失点だけど自責はゼロということ、うん、まあ、だけど負け投手がついてしまったという ね、 そうですね。まあ、ただねあの矢野はね、うん、まあ、俺今年の広島の快進撃の一つの中に、うん、やっぱ矢野がショートに落ち着いたからっていうねこともあって、もう矢野攻めることはできないんだよね今年はね。本当活躍がね、そう、たまたまね、うん、あそこで視界に投げたボールが高めに浮いて、うん、それを追っつけられてうまく打たれてね、うん、逆転はされたけど、ただこの試合でちょっと気になったのは、うん、広島が、はい、5回のバントのケースがあって、うん、4回失敗してるんだよね。で1回しか成功してなかったの、うんうん、だから、うん、まあエラーもそれはまあ確かにまあねこう優勝争いをしてきて痛いかもわからないけども、うん、攻撃の面に関してはやっぱ5回あって4回失敗するというね、まあ、そういうことがやっぱこう負けの原因を作ってしまったのかなという感じがするね、この試合は。特にね、こういうと1点を争う試合になると特に、ね、重要ですよね。めちゃくちゃでかいよバントね。そのバント4回が決まってたらどうなってたのっていう話になりますよ ね、まあ、だね。ただね、ピッチャーが高橋宏と、うん、やっぱバントやるのも難しいよ。なるほど。あれだけ切れがあって球が速くて、なるほど。でこの試合前にも、うん、落合コーチとピッチングコーチとね、うん、
話し合ったっていうんだよね、うん、やっぱバントのケースがあってもやっぱこうなかなかさせないようなそういう投球をしていこうって。なるほど。それは今まではね、うん、高橋宏斗ってワンアウトくれるんかと思って、うん、もうすっとやらしてたんだよね。なるほどね。でやってワンアウト取ってそこから抑えるっていうことをやってたんだけども、うん、だけどもうこれからはやっぱバントもやりにくいし、うん、君のボールはね、うん、バントやらせない方向でちょっとものを考えていこうと、うん、まあ、そういうミーティングがした後でね、うん、まあ、5回中4回を失敗させたという ね、 まあ高橋宏斗を褒めるしかないのかなということもあるけども、うん、まあ広島は痛い星を落としたかなっていう。そうですね、うん、はい、はい、ということで2試合目、はい、2対1広島、またはい、今度は逆になりました、今度は逆だね。カリステがね、2回に先制ホームランを打って、うん、まあ、4回には坂倉2アウト2、3塁から、まあ、タイムリー、うん、小笠原、まあ、うまかったね。このインサイドの低めのボールを引っ掛けないでセンター左の方に追っつけていくんだけど、うん、やっぱり坂倉は天才の部類だね、あのバッティングで、はい、なるほど、うん、で、まあ、逆転するんだよね、はい、まあ、これで2対1になるんだけども、うん、まあ、広島はね本当にね、苦しかったので、6回ワンアウト1、3塁、はい、バッター4番の川越、うん、あの中日の攻撃、ね、中日の攻撃、うん、6-4-3 のダブルプレー、うん、まあ、川越を4番に入れたという意味合いがちょっとわからないけども、うん、まあ調子がそれだけ良かったんだろうね。ね。まあそれで、まあ、6-4-3のダブルプレーで、まあ、同点に追いつけず勝ち越せずということで。で8回、はい、また中日の攻撃、ワンアウト1、3塁、うん、から山本が、セーフティースクイズ、はい、これを堂林がファーストに入ってたんだけど、うん、猛然とダッシュして、うん、ホームで封殺するんだよね、うん、まあ、この守りとかは素晴らしかったんだけども、あ、どっちが勝ってもおかしくなかったって言ったら中日の方なんだよね。うん、うん、やっぱね、押せ押せだったんだけど、やっぱ床田の投球、うん、まあ、7回3分の1を投げて88球、うん、7安打3三振、フォアボールなし、デッドボールなしの1失点、うん、まあ、15勝5敗の防御率が 1.81、はい、やっぱね、粘りがあるわこのピッチャーは。うん、やっぱピッチになればなるほど、やっぱ低めとか厳しいところに投げれるコントロールがあるね、うん、11勝5敗ね、11勝5敗ね、うん、でね、かわいそうなのが小笠原、8回122球9安打3三振無四球2失点、うん、これが5勝9敗 2.54、いやー結構俺ゲームは作ってると思うけどね。本当ね、これはね9勝5敗でもおかしくないぐらいのピッチャーなんだけど、うん、まあ援護点がないから悲しいなというふうな感じがするね、うん、で1勝1敗、はい、で1勝1敗を迎えた今日、うん、ね、まあさすがだね、ドーム球場、はい、まあ、できるね、雨が降ってもね、ね、はい、5対1、うん、中日、はい、でこの試合は4回宇佐美2号先制ツーランホームラン、ねえ、ね、宇佐美が期待に、先発起用に応えたというね、うん、で5回、広島の攻撃は坂倉がスリーベースヒットで、うん、まあ、先頭で出ていくんだよね。で続く堂林、うん、タイムリーツーベース、これが犠牲フライじゃなくてツーベースでつないだと、うん、いうことで1点差、うん、で続く菊池がバント、はい、ワンアウトサードバッター矢野、はい、ここで何か仕掛けてくるかなと思ったら、うん、まあ、1球目スライダーがボールで、次のスライダーをファール、うん、あ、これなんかあるなと思ったら次をスクイズかけるんだよ ね、これはファールになったんだけど、でもね、この広島のかけ方っていうのが、うん、スライダースライダースライダー1球ボール見逃し、スライダー振った、うん、あ、スライダー振ってきたら次は球種を変えるとしたらまっすぐ系になるよね、うん、あ、ここら辺もやっぱりよく考えられたスクイズだなと思って、うん、これが矢野がファールにしたんだよね、はい、で結局とピッチャーのピッチャーゴロに倒れるんだけども、うん、で次クリ、うん、ね、5回でまだ2対1、うん、1点ビハインドなんだけども、そのままクリ行くかなと思ったらもう代打使ってくるんだよね、ね、
上本、はい、いや早いなと思って、うん、まあだけどまあ結果から言うとね上本ね、うんうんうん、レフトフライで点が入らなかったんだよ、はい、これ早めの仕掛けっていうのはやっぱり中日の攻撃を中日の投手陣を見ると、うん、やっぱ早めに追いついたりしとかないと、うん、勝ちパターンになってくるとやっぱ広島が打てないっていうことがあるんだろうね。まあそういうことで早めに仕掛けて、うん、栗を変えたけども、まあ宇佐美が6回に犠牲フライ、8回には細川がツーランホームランで、うん、まあ引き離されるんだよね、うん、これはね今日の負けはものすごく痛いと思うのは、うん、巨人が休んでる、うんね、阪神も試合がない、はい、中止でね、そういう時にやっぱ負けるとね、ちょっとやっぱ待ってる方見てる方はしめしめっていうような形になるよね。なおさら試合があったならそこだけ取っときたかったみたいな、まあ、そうだね。だからまあこれで広島あ巨人が 0.5 をつけて首位に立ったというね、まあそうなったんだけど、この中日戦で小園がノーヒットなんだよ、うん、はい、で小園がやっぱり元気ないと点が取れないなっていうのと、うん、野間も先発を外れたりとかしてて、はいはい、ちょっと元気がなかったかなというね、うん、だからやっぱりこうまあ小園が4番に入った時3番に入った時、はい、やっぱその前を打つ野間秋山野間っていう、秋山元気なんだけど、はい、野間からこう秋山野間小園を据え兼ねて続く打線っていうのは非常に嫌だしね、うん、だから小園がやっぱ復調しないと、うん、もともとできないからねこれもね、うん、まあ頑張ってほしいと思います。はい、まあ、そういう試合でした。はい、はい、続いてヤクルト対巨人、うん、ね、ヤクルトは吉村、うん、サイスニード、はい、で巨人は山崎、うん、グリフィンということでね、はい、初回ワンアウトから浅野がデッドボール、うん、巨人の攻撃、ね、うん、でモンテス岡本吉川のタイムリーヒット、うん、まあ、いきなり3点を取るんだよね、はい、で4回には丸タイムリー、うん、5回には岡本が21号ソロホームランで、うん、もう5点を一気に5回までで取るということでね、はい、うん、で5回には村上沢井のタイムリーで、まあ、2点をヤクルトが返すんだけども、うん、それまでねヤクルトって DeNA とやってて相当なこうバッティングの状態良かったんだけども、うん、だけどそのこの試合はやっぱこう点が取れなかったし、初回にパパーンとやられたからね、ちょっと戦意喪失したかなっていうような感じもするし、ちょっと手番のくじかれた、ね、そうだね、まあ、ヒットはね両方8安打っていうことなんですけどね、はい、まあ、山崎より5回96球8安打5三振2四球、うん、2失点ということでね、うん、9勝5敗、はい、まあ、防御率が 2.37、 あ、やっと火曜日に勝てたなっていうような感じがするんだよね、うん、まあ、火曜日っていうのは各チームのエースが来るんだよね、うん、なるほど。でそれまでにちょっと苦手にしてんのかどうかわからないけど、うん、広島戦に、投げて、うん、まあ、KO 食らってるんだけどもさ、はい、まあ、やっと火曜日が勝てたということでね、うんうん、これはやっぱ次の連勝に向けて期待が持てるなという、うん、いつも火曜日頭を落としてるような形になってたから巨人はちょっと苦しかったけども、まあ、山崎よりがちょっとまあ5回というね、うん、まあ、短いイニングだったけども、まあ、勝ち投手になったということはね、まあ、一つの朗報かなっていうような、まあ、そんな感じもするし、うん、まあ、だけどできればやっぱ山崎よりの年、それ考えるとやっぱり6回7回は投げてほしいなっていうのはあるよ ね、 5回96球ちょっと数多いですかね。ちょっと多いけどもう1イニングぐらいはいけたけどもね、うん、うん、だけどやっぱこう5回までに8安打もされてる、まあ、点には結びつけてないけども、うん、ちょっと打たれすぎな傾向もあるね。なるほど、うん、でこの試合で、まあ、岡本がホームランを打った21号ね、はい、岡本村上、まあ、打点も上げて打点は並んだんだけども、うん、ホームランが1本差2本差になってきたよね。そう、うん、ホームランはね今の時点で村上選手23本、あ、2位オースティン22本、うん、岡本選手は20本、1本ね、うん、まあ、このタイトル争いもね、まあ、激しくなってきたという熾烈セリーグのホームラン王はね、まあ、岡本はそんな
ね、気分ではないだろうけどもね、やっぱり首位を走るし、優勝ということを考えると ね、まあ、打点はね、今2人並んで65で ね、はい、でもね、下も追ってがいるからね、結構ね。そうよ、オスナ選手が61打点。そうなんだよ。そんなね、なんかこう、4点だと、まあ、アンカーで、満塁ホームランで、ホームランとかで、いや、そうよ。で、その下、阪神の森下選手も59だから、そんな話ってない。いや、そうだよ。チャンスはあるよね。そうそう、はいはい、はい。で、2試合目、うん、3対2、巨人。3回、浅野、ね、スプリットツーランホームラン。またね。まあ、先制ということで。本当に。あのね。よく名前聞きます、もう。あの、出てから。出始めてから。あのやっぱりそのなんていうの、その打席でさ、まっすぐ狙いだったんだよね、うん、でまっすぐフルスイングしていって、うん、3球目かなんかの外の高めのまっすぐをフルスイングしてファールにしたんだよ、はい、でね、それタイミングが意外と合ってたんだよね、うんうん、ただボールだからなかなか捉えることができなかったけども、うん、そこでやっぱね、浅野はね、ちょっと考えたと思うんだよ、切り替えた。それからね、やっぱ勝負球は変化球で来るなっていうことを、うん、やっぱちょっと察知してるね、この子は。そこでパッと、やっぱね、うん、勝負感があるというかさ、うん、まあ、それでスプリットをホームランしてるんだけど、うん、見事に打ち返してるもんね。ボールをちゃんと引きつけて、うん、あっちの方に運ぶんだよね、うん、あの子のバッティングって。なるほど。で、飛距離もあるしね、まあ、見事なホームランで先制したね。本当ね、パワーありますよね。はあ、で4回、はい、まあ、ヤクルトの攻撃、ワンアウト1塁から増田がタイムリーツーベース、うん、で山田がチョークホームイン、うん、山田もちょっと足の状態悪いね、走るのがしんどそうやったけども、まあ、よく帰ってきた、うん、ね、で6回ワンアウト1、2塁、あ、違うわ、タイムリーツーベース増田がね、うん、でツーアウト2塁からサイスニードがタイムリーで、そうよ、まあ、同点になるんだ。そうでね、これね、サイスニードのスイングを見てると、うん、当たったらやっぱ半端なく打球速いだろうなと思うぐらい、やっぱバットは振れるね、このめっちゃピッチャースピードが速いけど、はいはい、ブンってね、なあ、すごい迫力あったな、うん、まあまあちょっと不用意に投げたかなという感じはするんだよね、うん、まあそれで同点ということでね、はい、で6回ワンアウト1、2塁から、うん、巨人の攻撃は、はいはい、ワイルドピッチが重なって、はい、ワンアウト2、3塁になっちゃうんだよね、うん、で吉川が犠牲フライという、うんうん、勝ち越しね。そうだね、だからやっぱこうミスが出るなっていうふうには思うね、うん、うん、はい、でグリフィン、うん、ね、6回103球5安打、うん、8三振1四球の2失点というね、はい、これね、やっぱ巨人の阿部監督のうまいところって、うん、この試合はこう繋いでいったんだけども、ケラー、バルドナード、うん、船場様、大勢って繋いだんだよね、はい、でね、大勢はまあ9回ね、うん、セーブシチュエーションで投げるという、うん、でもケラー、バルドナード、船場様っていうのは準不動で、うん、そのバッターに対して投げていくんだよね。なるほど。だからまあ大体7回ぐらいから繋いでいこうとは思ってると思うんだけども、うん、あの船場様が最初に行ったりだとか、うん、ケラーが先に行ったりだとか、うん、まあ、大体バルドナードっていうのはちょっと後ろの方気味なんだけども、うん、でもこれを準不動にしてるっていうところがいいね、阿部監督はね、決めつけてない、そこが柔軟な感じなんでしょうね、うん、対戦相手打順そういったことに関して相性とかね、うまく、うん、だから船場様っていうのは一つの、うん、なんていうの、変則だし、うん、まあ、すごく右バッターは嫌がるよね、うん、で左バッターを嫌がるのはバルドナード、うん、だからそういうこう柔軟性がこう中継ぎにあるっていうところがちょっと今の巨人の強みになってるかなという感じがするよね、うん、決して決めつけてないし、まあ、選手も自分が出番っていうところも決めつけてないし、うん、でもこの場面だったらっていう分かるような、うん、まあ、そんな感じにはなってるよね、うん、まあさすがです。はい、はい、で続いて、DeNA 対阪神、はい、ね、DeNA は大貫東、はい、阪神は伊藤将司に中身ということでね、うん、1試合目10対4ね、初、はい、1試合目、うん、森下タイムリーで先制という阪神がね、うん、はい、その裏ツーアウト1、2塁から
牧が、ショートの内野安打、になるんだけども、これを木浪が取って、やっぱ体勢がね三遊間の方だから、サトテルに投げたんだよね、またサトテルがベースカバーしてないんだよ、まあ確かにね三遊間のあたりだから三塁手って一応反応するんだけど、でも牧が取れる、あ牧じゃない、木浪が取れると思ったらやっぱベースに帰らなきゃいけないんだよ。やっぱあそこからセカンドに投げたりファーストに投げたりしてもセーフになるし、このままの流れでサードに投げるとやっぱフォースプレーだから多分アウトになってんだよね。それはもう瞬間の判断ってことになるんですよね。瞬間の判断、この日は絶対やってほしかったんだよ。これなぜかというと中日戦でもあったんだよ、木浪が取って大家サトテルに投げたら、サトテルがベースに走ったらダイソーの大型小田っていうやつがホームまで帰っちゃったんだよ。でもそういう教訓を、ね、持ってたから、俺はこの日は野球やってたらあれは回らないっていうのは分かるし、サードで封殺できるっていうふうに考えてベースに戻ってて欲しかったんだよ。でもなんかね、自分が取りに行かなきゃっていう気持ちも、まあ、あるある、あって、あこれはって言った瞬間にはもうベースに行こうとしたら遅くてみたいな、そんな感じ、でもウォッチャーになってたからね、その後でその後ボールを取った後こう足でこうやって探してたから、こうやってあもうでもいっぱいいっぱいしてくれるではありますね。まあ、まあね、だからまあそこら辺の守備っていうのは、やっぱ感性っていうこともあるけど、まあそうだね、まあただその後に宮崎がタイムリー打つんだよ、満塁から、それで逆転されるんだよね、もうすぐ、なかなかね難しいですね、まあ、そうだな、そういうこう細かなプレーになってくるね。まあそうだな、まあだけどそういうミスの積み重ねってさ、ボディーブルーのように効いてくるからね、で2回梅野が同点タイムリー打つんだよね、だからまあまあ反撃の反撃っていうのはしていってるわけよ、すぐね取られてすぐ追いついてるっていうね。そう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 、はい、はい、で3回ツーアウト1・3塁から DeNA がね、はいはい、宮崎タイムリー、で山本の時にワイルドピッチがあって、二塁走者牧、ね、これが一気にセカンドから生還してるんだよ、これが4対2になるという ね、 ね、で5回に2で迎えた7回、フォアボールフォアボールヒット、ノーアウト満塁、ウィック、から坂本に DeNA は変えるんだよね、でノーアウト満塁で森下、ね、で坂本がワイルドピッチ、5対3、でノーアウト2・3塁、森下、センターへの犠牲フライ、で1点差に詰め寄る、しかし勝ち越すことができないし同点に追いつけなかったんだよ、これは考え方なんだけど、ノーアウト満塁ね、それでもやっぱり右打ちだったと思うんだよね俺は、でワイルドピッチが出て、2点差になった、でノーアウト2・3塁、セカン内野はバックホーム体制を取らず、後ろに下がってた、セカンドゴロだと1点入ってノーアワンアウトランナーサードを作れたと思うんだよ、これはどうなんかなこれはねチームの決め事があって、いやいやもう自由に行けと、森下お前が2人返せと、で一気に同点にしちゃえと、いうようなやり方もあるし、やっぱね阪神は得点圏に強いバッターがやっぱクリーンナップに3人揃ってるから、だからやっぱりいっぺんに返しに来たのかとか思ったけどもね、だからここら辺はねワンアウトランナーのサードを作るためのバッティングをするのか、2人をいっぺんに返しに行くバッティングをするのかっていうのはすごくやっぱ森下は難しかったと思うんだよね、まあ、森下の頭の中ではもう一気に同点逆転を狙ってたバッティングをしたけどもね、そうなんでしょうね、だけどこの1点差になって勝ちパターンの石井を投入したんだよ、そしたら、林にタイムリー、筒香にタイムリーで8対4、まあ結局終わってみれば10対4で14アンダー打たれて10点を取られるというね、だからちょっとこれ
考えさせられるような、うん、意思がしっかりしておけばこんな試合にはなってなかったかなっていう、まあ、例えば、うん、サトテルがベースに戻るとか森下が考え方を変える、まあ、そうなってくるとやっぱちょっと変わってたよ、ね、試合になってたかなとは思うんだけどもね、まあ、難しいけどもね、まあ、その後のね試合の流れがで あの時のっていう風なこともあるでしょうし、まあまあそうね、なかなか難しいんでしょうけど、もし紐解いていくならばということですね。まあ、そうだね、もう阪神が勝っていくにはっていうことですね。だからまあ DeNA の方は、まあ、筒香がね久しぶりにタイムリーを打って、ねまあ、貴重な打点を挙げたというね、うん、まあいい試合になったかなと思うよね DeNA もね、ね、はい、はい、で2試合目は3対2 DeNA、うん、森下ツーベース初回、はい、大山タイムリーで初回先制という、ね、もう先制してるんだよね阪神は ねいきなりね、うん、で森下のはね白母に入って、うん、見えなかったんだよね、うん、海老名が多分なるほどセンターに入った、ね、そう洗ってね、そうそうそう、追ってたのに途中からどこ行ったっていうふうになりましたね、うん、まあだけどさすがに得点圏に強いね、うんまあ、大山あこういうね相手の、まあ、ミスではないけども、うんまあ、チャンスをねこうやってものにしたというね、うんまあ、しかし3回、DeNA 梶原セカンド内野安打で盗塁で海老名がタイムリー、うん、オースティンタイムリーツーベース、まあっさり逆転という ね、まあ、村上どうしたっていうような感じがするんだけどもピッチャーのね、うん、で6回、はい、井上、うんね、カットボール初球を見事に東から同点ホームランね、プロ初ホームランということでね、意外でしたけど、いやおめでとう、おめでとうございます。いやいや、ね、やっぱね体もいいし、なんかすごいあの期待してる若手の一人だったんだよね、うんまあ、随分こう初ホームランまで時間かかったけど、うん、本当にこのなんていうのホームランはいい打ち方してた ね、うん、5年目ね、5年目でねちょっと時間かかったなって、井上の素質から考えるとね、うん、あ時間かかったなって。でもまあプロ初ホームラン、うんまあ、東というね、まあ、いいピッチャーから打てたよ ね、まあ、しかし、はい、その裏オースティンがストレートをソロホームランで、勝ち越しということで、ね、うん、すぐにね、なあそこら辺が憎いですね、オースティン選手、まあ、憎いけどさストレートなんだよね、うん、オースティンやっぱストレート強いからね、うん、だからここら辺のストレートがどうだったのかなっていうね、まあその前タイムリー打たれてるのがスライダーなんだよね、うん、カット系のスライダー、まあだからまあ球種を変えたっていうことはあるにして、まっすぐ一番なんかこうオースティンの好きなところに投げちゃったなっていうね、まあ阪神側からするとまあ失投かなという感じがするし、うん、まあ DeNA の方はオースティンがやっぱそれをね逃さなかったっていうのは、まあ、それをこう強引に引っ張るんじゃなくて流しにをつけたっていうところにね、まあ、勝機があったのかなという感じがするね、うんうん、で東、はいね、7回105球、うん、8安打8三振、うん、無四球2失点という ね、で村上、はい、6回99球、5安打7三振無四球3失点というね、うんまあ、お互い無四球でいくという ね、まあ、コントロールの良さがあったんだけども、この試合は全投手を言っても無四球ですね。そうだね、素晴らしい、まあ、DeNA の方は、うんまあ、初戦にね、ウィックがフォアボールフォアボールヒット、ね、三浦監督が激高して交代だと、うん、俺は嫌だとウィックが、うん、あ言ったんだけども、もう強引に交代して坂本と、うんまあ、この試合は勝ちゲームに結びついたんだけども、うん、まあ中継ぎがね、うん、ちょっとやっぱ問題があったし、うんまあ、ちょっとバタバタ一戦目なんか見てるとバタバタしてたけども、うん、まあこの日はウェンデルケンと森下がね、はいまあ、完璧に抑えてくれたというね、うん、まあちょっと一安心かなという感じがしました、はいはい、ただまあ阪神はちょっと辛いね、この連敗はちょっとね、うん、
それとビーズリーが登板回避で伊藤将司を持ってきたというね、先発は久しぶりですかね。まあ、そうだね、で中継ぎ入ってもあんまりいい結果は出てなかったからね、ちょっとやっぱり初戦ちょっと辛かったなっていうような感じがするね、まあそういうセリーグでした。はい、まあセリーグの方はジャイアンツがトップに立ち、そうね、DeNA と阪神直接対決だったんでね、ゲーム差がちょっと縮まって 1.5 ゲーム差になりました。そうだな、もうあっという間にね来てるから、まあちょっと阪神が頑張りどころかなっていうふうには思う ね、広島阪神が 4.5 になってね、はい、はい、ただ広島もちょっと踏ん張りどころに来てるな。はい、はい、パ・リーグです。はい、こうなりました。で、日本ハムと楽天は、楽天が1勝で1引き分け、はいはい、ソフトバンクとオリックスは1勝1敗ずつ、はい、ロッテと西武はロッテが2勝1敗の勝ち越し、はいはい、まあ、西武が1勝したっていうことだからね。そうよ、まあ後で話すけどね。あれでもともとなかったんですよね、いや、ソフトバンクと日本ハムはなかった、もともとね、日本ハム、まあ、中止ではない、そうそう、スーパードはもともとなかったですよね。そうそうそう、うん、はい、はい、ということで日本ハム対楽天、はい、ね、日本ハム金村山崎幸也、うん、で楽天は早川内ということでね、初戦3対3、長い試合になりました。長い試合だったね、延長12回決着つかず、はい、はい、で初戦は水谷が日本ハム、うん、初回先制6号ソロホームラン、先頭打者ホームラン、ね、同点の4回、日本ハムは2アウト1、2塁から万波タイムリー、はい、2対1、万波のタイムリーもね、もう必死やな、もう低めのボールをね、体をこう低くして、よく拾って打ったなっていうね、はい、万波もこう先発を外されてから、うん、もう必死に食らいついていってんね。まあ、しかし楽天、はい、楽天も強いな、8回辰巳同点ホームラン、はい、2対2で9回2アウトから、渡辺義明の当たりを水野がエラーをするんだよね、はい、ちょっと後ろに弾くんだよ、うん、そしたらランナーセカンドから勝ち越しのホームインをされて、うん、3対2、はい、あ、これはダメだなと思ったの、ねね、取られ方が悪いやと思いながら、うん、で9回、うん、清宮が内野安打、うん、まあ、ダイソー磯畑、はい、レース左中間抜いたね、タイムリー、うん、やっぱ磯畑だと外野手焦るんだなやっぱちょっとジャックルとかあって、ね、まあ、ジャックルしなくても磯畑の足だったら、うん、楽勝に帰ってきたかもわからんけど、本当足だけがなんかこうさっさっさっさ、いや、めちゃくちゃ速いよ、やっぱスーッて駆け抜けていく、そうそうなあ、速い、うん、特別な足だよね、うん、まあでもレースは頼りになるね、うん、うん、同点ね、はい、しかし11回楽天はノーアウト満塁、うん、まあ、しかし斎藤佑樹は頑張るんだよ、自分で演出したんだけどね、うん、自分で打たれて自分でエラーしてね、うん、自分で満塁作っちゃったんだけども、うん、まあ、その後三振、セカンドゴロ、ピッチャーゴロ、うん、ね、無失点に抑えた、うん、ね、見事だったよ、でもね、うん、やっぱもう気持ちがこう折れそうな感じはあったと思うんだけど、うん、自分でノーアウト満塁作っちゃって、いやだけどこっからやっぱ負けれないということを頑張った ね、で12回ツーアウト一塁、うん、マルティネスがフォアボールを選ぶ、ね、うん、続く石井がツーベース、うん、右中間を破るんだよ、うん、だけどホームでアウトと、うん、でゲームセット3対3、ね、うん、マルティネスにダイソーはなかったのかという、あったんですか、まだね、ピッチャーが松浦っていうのが残ってたんだよ、うん、で野手では浅間が残ってた、うん、ただ浅間は次の代打だったんだよ、うん、だからダイソー送ったら次に代打を送れないから、はいはい、まあ実質は松浦しか残ってなかった、ピッチャーの、どうなんですか、いやわかんない、これは松浦がマルティネスと走らせてどうなのかっていうのは競争したことないだろうから、うん、ただしかもシンプルにこうなんていうの、若い、あとあれ走塁ということで言えばただ速いだけではっていうのはないですか、ただ松浦っていうのは多分大阪桐蔭だと思うんだけど、はい、ほらね、野球センスがあるんだよ、うん、野手のセンスも高いんだよ、うん、ということは
走塁もうまいんじゃないかっていう感じは勝手にはしてるんだけどもね、うんうん、だからまあちょっとまあ懐かしいなね。このちょっと待ってくださいよ。そこら辺がね、全くそのなんていうの、考えに至らなかったっていう感じですかね。いや考えてたと思うけども、コースが遠いんですね、うん、マルティネスも必死に走ってたけどね、うんうん、あだけどやっぱ楽天の中継もやっぱね、マルティネスだと足が遅いからジャックルなかったわ外野のだけど必死に走ってきて、この日ホームでアウトになったのが2回ぐらいあったのかな、うん、日本は、うん、まあそういうことでした。1戦目はね3対3、はい、で2試合目は9対5、うん、楽天2回フランコ8号ツーランで先制、うんうん、フランコはね、エスコンが好きなんだね。なんかね、エスコンでばっかり打ってるし、うん、まあ、ちょっと打たれすぎだなっていうような感じもするしね、うん、これは場所の相性、やっぱね、相性だと思うよ。うん、やっぱりやりやすいんだと思うよ。うん、いや、そういう球場あったもん、俺も。どこ？俺、うん、俺は広島市民球場が好きだった。あ、前やっぱね、同じ空気が感じるというか、山口県のだからそんな感じがするんだよ。あれか、自分の肌に合うじゃないけど。そうそう、うん、その次は神宮だったね、うん、やっぱ大学の時に使ってたって、ね、いい思い出もあるし、まあまあそうだね、うん、なるほど。で、4回には阿部がツーラン、浅村ソロホームラン、はい、もう一気に5対0なんだよ、うん、あダメかなと思ってたら、まあ4回裏、まあその裏ね、清宮、ソロホームラン、レイ、うん、ソロホームラン、ね、伏見のタイムリー5対3なんで、あやっぱりね頑張るね日本ハムの選手たちは ね、こんなにホームランがポン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 出るもんですかね、うん、まあでもやっぱ一つ日本ハムの攻撃パターンとすれば、うん、やっぱホームランっていうのはあるよね、うん、で5回辰巳タイムリー、うん、浅村ワンアウト満塁からタイムリー、うん、まあ、このタイムリーヒットを、センターに入った野手がファンブルがあって、うん、まあ、ランナーが帰ってくるんだよね、うん、それで8対3、うん、この5回は2つのエラーが絡んで8対3になるというね、うん、まあ楽天の方が13安打で9得点を取られるという、うん、で山崎福也、まあ久しぶりに崩れたけども、まあ、4回70球6安打5失点という、まあ、ゲームを作れなかったというね、うん、まあ、そういう試合になったけども、まあ、日本ハムの方は初戦もそうだけども、うん、ちょっとエラーが目立ち出してきた、まあ、この2試合目もねエラー2つ絡んで、うん、それが失点につながってきてるし、うん、ちょっと守るっていう面に関してもう1回ちょっとなんていうのかな、気合い入れてもエラーっていうのは出るからね、うん、リフレッシュするみたいな、うん、まあ、そんな感じが必要かなっていう感じがするね。なるほど。でヒットになってたのかな、あれはちょっとファーストが空振りしてライトに抜けてったやつとか、まあ、ちょっといろいろあったけど、うん、まあ少しもう一回ちょっと集中力を高めてね、うん、守備という面に関して、はい、やらないとちょっとここで乱れるわけにいかないからね、うん、まあ、ちょっと頑張ってほしいなと思います。はい、はい、で続いてソフトバンク対オリックス。はい、ソフトバンクモイネロ大関、オリックスは田島山下俊平と、すごいピッチャーだよねこの4人っていうのは、ね、で1戦目3対1、ソフトバンク、うん、モイネロ6回109球3安打4三振3四球の1失点、はい、2桁勝ちました。10勝4敗ね、前回お預けになっちゃったからね、はい、はい、で防御率が 1.64、うん、まあ1、2回そのモイネロ立ち上がり、うん、フォアボール3つヒット3本打たれて、まあ、1失点するんだよね、はい、でしかし、うん、その1、2回を抜けたら3回目から6回まで4イニングをパーフェクト、うん、すごいよね。なんかもう本当立ち上がりっていうところなんでしょうね。そうだね、まあ、6回投げて109球でしょ、うん、3安打打たれて、うん、3四球だから1、2回初回に特にフォアボール3つ出してんだよね、うん、そうですよね、うん、でヒットは1、2回に3本打たれた、うん、その後降板するまで打たれてないんだよ、ね、すごくない？もうエンジンかかったらもう、いや手がつけられないというやつですね、はい、うん、で100ホールド100ホールド100
ホールド以上、うん、モイネロは上げてるんだけども、うん、まあその投手が、10勝上げるっていうのは、うん、先発に回ってね、うん、麻酔日本ハムオリックスで活躍した選手なんだけど、うん、はい、それ以来2人目だらしいんだよね。まずそのね、配置転換もなかなかないということも含め、うん、それとそこで、うん、まあ、あの10勝できるって どちらにおいても活躍がすごい素晴らしいということですよね。そうだよな、すごいね、10勝 ね、 ね。で打線は2回に3点取る、うん、ね、正木、ソロホームラン、はい、石塚、佐藤直樹、今宮で、うん、あとの2点を取るんだよね、うん、でね、こう思うんだけど、うん、やっぱ正木っていうのは、まあ、ある程度レギュラーになってきたかなという感じがするんだけども、うん、まあ、石塚佐藤っていうのは田島用に入れてきた下位打線なんだよね、うんうん、で今宮はその日はトップに1番を打ってるんだけど、うん、やっぱ石塚佐藤っていうのが使ったらやっぱ仕事するんだよね、うん、で一気にもう2回に3点を取って逆転をしてるというね、うんうん、それをモイネロがスイスイ守っていくという、はい、まあなんか本当にこう国母監督がやっぱ若手をよく見てるんだろうね。本当ね、うん、だからまあそういうなんかこう本当に強いなっていう感じがしたよね。主軸が打たなくても、うん、下位で打つというね、うん、はい、3対1、はい、で2試合目は4対1でオリックス、はい、山下俊平太久しぶりに良かったね。7回103球2安打7三振2四球1失点というね。2安打すごいね、うん、その2安打の1本が4回栗原がカーブをソロホームランを打つんだよ、うん、これが先制、はい、まあ、山下俊平太の状態を見る限り、うん、これは1対0で勝つしかないぞみたいな、なるほど、そんな感じだったんだけど、7回2アウト満塁から、うん、大関から津森に変えるんだよね、はい、で相対したのが福田押し出しのフォアボール、うん、太田押し出しのフォアボール、はい、この時に、うん、今宮がショートから行くんだよね、つもりのところにね、はいはい、相当気合い入れてたねどんな風に、いや、やっぱね、守ってて大事に行こうとするそういうことってあると思うんだけど、まあ大事に行こうとする気持ちは悪くはないけども、うん、やっぱもうちょっと思い切って行ってほしい時あるんだよね。なるほどね。多分ね、それを伝えに行ったと思うんだけども、そのなんか大事に行ってるのがこの押し出しになってるかなっていうふうにすごく感じたんでしょうね。そう、いや、だからお前自分の力あるんだからもっと行けよみたいな、うん、そんな感じで行ったら次の森に押し出しデッドボールと思いっきり当ててたねちょっとまあどうなんでしょうかね。まあまあ、でも、まあ、でもいや、でもね、うん、そのぐらいの気持ちで行ってほしかったんだと思う、最初から。まあでも2連続でちょっと押し出しフォアボールしてたら、うん、なかなかね、気持ちを立て直すのも大変ですからね。森はひっくり返って痛がってたからね、たぶん痛かったと思うわいや、積もりも早いもんね。で、そのデッドボールを見て今宮選手は どう思ったんでしょうね。いや、変なこと言うんじゃなかったからまあそんなことは思わないけど、そう思わないでしょうけどね、まあ、思わないだろうけども、うん、まあもう最初からあのぐらい腕振っときゃよかったのにっていう感じですか、うん、そのまあ先発した大関ね、うん、6回3分の2、111球、うん、6安打、4三振、3四球、1デッドボールの、そのやっぱランナー出したのが大関だったから、うん、まあ3失点というね、うん、ことがついちゃったけども、うん、まあつもり、はい、ね、0.00 回、そう、14球、2四球、1デッドボールの、うん、ということだよ。でもね、つもりもね、うん、あそこで変えられるときついよ。そうよ、だってデッドボールはい交代みたいになっちゃったもんね。いやいや、ノーアウト満塁、ツーアウト満塁からね、最初ね、最初あの自分が登板するときね、そうそうそう、うんうん、でもね、国母監督は、うん、ある程度俺つもりを試したんじゃないかと思うんだよね、うん、先行ってからのことで、うん、やっぱこういうケースではつもりは使えないなっていうのを判断したかもわからない、もしかしたら、うん、でもつもりはね、シーズン通して 1.88 の防御率なんだよね、うん、だよく頑張ってるんだよ、うんうん、
だけどちょっとねこの日はいかんかったな。ちょっとね、はい、日本も勝つですかね。そうだね、はい、はい、続いてロッテ対、西武、うん、ね、小島、うん、唐川、カイケル、はい、ね、西武の方は高橋、隅田、渡辺ということで、うん、で1試合目は2対0、うん、ね、小島頑張りました、はい、ね、まあお得意さんと言ってもいいよね西武はね、うんうん、この試合まで14連勝してる開幕から、うん、で小島が7回103球6安打に三振2四球1つのデッドボールの無失点という、うん、でこの試合では角中を2番に据えて、その角中、はい、3安打2得点すごいね、この 2点とも角中がホームを踏んでるというね、うん、まあ、佐藤のタイムリーポランコのタイムリーで、まあ、角中が帰ってきたという、うん、うん、やっぱベテランがね、まあ、本当にロッテって苦しいと思うんだよ打てないんだよね、うん、まあ、だけど角中がやっぱこう打線を引っ張ってね、うん、こうやって点を引き出してるというね、まあ、そういう活躍ができてるなっていうような感じがするよね、うん、でね一方高橋コーナーちょっと心配というかもうちょっと嫌になってるでしょう ね、うん、6回107球7安打7三振3四球2失点という、うん、まあ、2失点で負け投手っていうのもきついんだけども、うん、なんていうんだもうちょっと点を取ってあげなきゃいけないとは思いつつも、うん、0勝10敗、ね、防御率が 4.13 びっくりですよね、はい、でこれはね64年ぶりの開幕からの10敗というのは64年ぶりの記録というね、うん、おまけ付きなんだよ。いらない記録ですね。まあそうだね、うん、で開幕から西武はロッテに対して15連敗という、うん、まだ1試合も勝ってないというね。なんか相当相性が あるんでしょうね。まあまあそうだろうな、ね、うん、はい、で、はい、2試合目は4対3、うん、またロッテ、うん、立ち上がり長谷川ヒット源田タイムリー、うん、ツーベース、うん、源田がタイムリーツーベースね、うん、で西川がツーランホームランでいきなり3点、うん、やっぱねやらなきゃいかんロッテが勝たなきゃいかんということで、うん、このやる気を見せてくれたよね、うん、ただその裏ポランコのファーストゴロの間に、うん、まあ、1点、うん、6回にはポランコのタイムリー、はい、8回にはツーアウト三塁から平が冒頭で同点、追いついちゃった、追いついたんだよね、うん、で延長12回そう某高橋、うん、ツーアウト1、3塁から、うん、また冒頭でさよならという最後ね、うん、開幕から16連敗というね、ロッテに対して12回のあそこまで行ってちょっと最後のマクギラがちょっとバッテリーのミスドっていうことでね聞いた何ポランコの内野ゴロの間に1点、うん、8回には冒頭で1点、うん、12回にも冒頭で1点そうよで4点中3点がやらなくてもいい点なんだよね、うん、いやそらねこれだけのミスをしてたらね、まあ、ピッチャー本当に頑張ってると思うよ、うん、だけどさこうやってミスをしてこれが負けになると辛いね。ね、せっかく3点取ったのにね、うん、初回に。まあなんとかね勝たんとなと思うけどもね、うん、で3試合目、はい、これ3試合目はさ、うん、横浜が中止ヤクルト中止そうよ神宮が中止、うん、あもうロッテも当然中止かなと思ってやるんだね。ねえなんで無理するんだろうと思って結構振ってましたよ。いやだけどやっぱり16連勝してるしでピッチャーがねこの日はねカイケルなんだよね。そうよで中5日で準備させてるからね初めてのホームでの、まあ、そうそうそう、うん、でだからかなと思って、うん、ただ相手は渡辺だし、うん、まあ渡辺っていいピッチャーだけどねやるんだなと思って、うん、で初回長谷川フォアボール源田が、まあ、外への内野安打、うん、外がちょっと迷うんだよねセカンドに投げるか、うん、一塁かっていうことで、うん、そしたら源田が内野安打になっちゃうんだよ迷ってるうちに、はい、でしかし送らないんだよね、うん、送らないんだと思って、うん、まあ、カイケルってやっぱいいピッチャーだしなかなか点取れんぞと思いながら、うん、まあ、見てたら三振して、うん、
で、まあ佐藤の時にダブル出塁をかける、うん、ね、押しかけてきたと思ったら、源田がスタート遅れて一塁から二塁間に挟まれて、あ、一二塁間に挟まれて、あ、ランナープレーでアウトになるんだよね。うん、で、ツーアウトサードになるんだよ。うん、あ、こらもうまた流れが悪くなるぞと思ってたら、佐藤が先制ツーランホームランを打ってくれたの。ね、これでやっぱ流れが変わりそうな時に佐藤が4番が打ってくれて流れを渡さなかったっていうのがやっぱこれ一つの今日勝った勝因の一つだね。カイケル投手もびっくりしてますね、なんかね、と思った、ね、でもね、あの球はねちょっと甘かったな、失投だな、うん、流れ的にはね、ランナーがアウトになった後やっぱホームランは打たれたくなかったっていう、いや、それ絶対そうだよね、表情は見えましたけど ね、まあ、だね、ただね、立ち上がりね若干ね、うん、制球を乱してたというか、うん、あ、まあ、審判との相性もあったんだろうけども、あとこうあれは風とか、まあ、そういうのも あっただろうな、ね、また台風来てたり、うん、天気も悪いし、まあ、コンディションが良くなかったですかね、うんうん、で6回には古賀がツーアウト2、3塁からタイムリー、うん、4対0 ね、で9回には4点を取って8対0という、なんとも大差になりました、ね、大差になった、やらなきゃよかったなとロッテはね、もう土砂降りながらやってたの最後はで、カイケル5回99球、うん、6安打6三振2つのフォーボールに2失点というね、うん、まあでも攻められないな、うん、初回のホームランだけであとはピシャーッと抑えていったから、で渡辺、はい、5回3分の2 94球、うん、4安打4三振1四球の、無失点という、はい、まあこれ打球がね足に当たって降板するんだけども、うん、足に当たらなかったらずっと投げれただろうなという状態だったね、うん、ちょっともったいなかったね、足に当たったのがね、うん、まあ、でも勝ててよかったね、まあ本当だね、うん、まあ2勝目だ、いやだけど渡辺をねこう考えるとずっとゲーム作ってきてるんだよね、うん、その中でまだ2勝かみたいな思うと、もうちょっと勝たせてやらなきゃいかんなというピッチャーだね、で、うん、連敗は16で止まったというね、やっと勝ち、ああよかったね、もう最後の方は ね、 なかなかね前が見えないぐらい土砂降りだったよ、いや本当によ、いや野球やる状況ではなかった、ね、全くもう9回ツアーワンアウト、うん、中村の時にちょっとタイムがかかるんだけど、うん、ね、雨で、まあ、雨で中断ってかかるんだ、うん、3分で出てきたからね、何もう中断、もうやろうやろうっつって西武の選手がもう今飛び出してきたよ、もうこれでずっと待たされるのもね、もうびっしょ濡れだから、ファンの人ももう大変だったでしょうにね、うん、すごいね、はい、まあそういう3試合でした、いろんな意味で思い出になる1試合ですねこれ、まあそうだね、はい、まあそりゃそうだ、うん、はい、で楽天がまあ今日ロッテが負けた関係上、うん、ゲーム差が2ゲームに縮まったというね、そうそう、で日本ハムに対しては3ゲームというふうにちょっと広がっちゃったということだよ ね、 ね、はい、うん、まあこのやっぱり2位から楽天まで、うん、まあ、非常に楽しみだけどね、ね、はい、ここはまだまだ全然わからないというような状況ですかね、そうだね、まあ、優勝はね、まあ、マジックは19、19でいつの間にか、うん、もう減ってますよね、減ってるからね、うん、まあまあソフトバンクっていうのは固いかなというふうに思うけど、うん、まあセ・リーグの方は本当に DeNA まで分からなくなってきてるよ、これね、うん、次がね、明日も早速中止のところは、そうなんだよ、広島の中止になってるよね、出てるんですけどね、はい、バンテリンも中止？ 30 日ね、まあ、甲子園も中止になると思うよ、多分甲子園は今のところはなってないけど、うん、そうだね、厳しいでしょうね、まあでもね、岡田監督言ってた、うん、勝負は甲子園帰ってからだって、うん、いや、やっとね我が家に帰れるから、まあ、ここから阪神がどういう姿にね見せてくれるかっていうのは楽しみだね、ねえ、はい、ということで一応カードを言っとくと、うん、中日 DeNA、はい、阪神巨人、はい、広島ヤクルト、はいはい、西武日本ハム、はい、楽天オリックス、はい、ロッテソフトバンクという感じですかね、うん、はい、はい、まあ、ロッテは踏ん張りどころだね、うん、はい、ね、まあ、まあ、そういうことですよ、台風が来てるんで、ね、結構これ
もう事前の注射が結構出てますね。いや出てる出てる、うん、やっぱり新幹線も止まるしね、うん、中日 DeNA バンテリンは1日ももう中止になってる、まあ可能性はあるよね、みたいな感じ、ね、まあ、新幹線が計画運休になるとね、やっぱその近隣の人が来れなくなったりとかね、あとは、まあ、いろいろあるだろうから、ちょっとあの安全が確保できないとかね、まあ、まあそうだね、いろいろありますね、はい、まあ、まあ台風が本当になんとか、ね、まあただね、この台風を味方につけるかね、まあそういったチームも出てくると思うよ、あの雨があったからっていうのがね、うん、あ、まあ気象条件というのも ね、まあ、非常に、勝負にとってはね、うん、あのプラスにするかマイナスにするかっていうのは大きな、あ、要素ですね、要素だね、うん、はい、まあということです、はい、ということで ね、皆さん台風は本当にお気をつけていただいて、はい、気をつけてくださいね、はい、はい。